はい、皆さんこんにちは、千代社長です。はい、なんか後ろでチラチラおらすけど気にせんでください。はい、今日はね熊本弁で行きますばい。はい、ね、何番喋ろうかね、わからんごになった。何だったね、何だったね、何だった忘れたたいきなり熊本弁で喋り始めたけ。なちっとハウスの中は見ようかね。ハウスの中はこぎゃん感じです。今日はねママチワワがハボタンバね取ってきてやらした市場からですね。お、金のねくるくる、これがね今年はね手に入らんとでさえね、なんか中国から送ってこーんって言うて取り合いになっとです。まあ、僕がねたくさん取るから優遇してね市場がやらした。あ、こげんこ言うのあんまいかんですな。はい、明日はねついにこげんって門松つくんですよ。一段門場ですね、10組とあるねアレンジ場ママチュアが作らすけんですね、こげん感じになっております。中身はね教えられんです、企業秘密。はい、こげん感じでですね門松場明日から作ります。皆さん期待しとってください。まあまあごつええとば作っけんですね。ジャガントンでくっかですね、じゃがなんかね。まあ最初はねなかなかですね、1年ぶりだけなかなかこう手こずることはもう中かね、手こずることは中です。はい、まあやっていきます。これねハッピーイエローシェフレラ、そしてこっちねシロンフのカポック、名前忘れた、これ名前わかる人教えて。これ俺があれよ刺し目したやつ、立派でしょね。これはあの乾燥と寒さに強かけシェフレラね、寒か時になんか植物を起こった人はね対応するというかよ、ハッピーイエローとかねこの白ね負のカポックね、あ明るかけんがそうよかと思います。はい、ならですねタイトルのある通り今日はですね便利グッズね、みんな便利グッズば使うでしょ、便利グッズに頼りすぎっとちょっとね痛かめに遭う時のあるけん、これ注意しなせという言葉教えようと思います。はい、これ何ね、シクラメンね、昨日おとと見せたでしょね、取引先とかにプレゼントして回るねシクラメンばって、観葉植物もねこれねコギャントに入っとるとのね最近多かですね。花鉢はね特に多なってきたと思いますけど、ポインセチアとかもですねコギャン鉢に入っとる。コギャン鉢っていうとはですねこれね非常に違うか、これね大変便利よかですよ。これ見とってよ、これほらねギャンナット、ね、これ実は鉢カバーになっとっとですね、鉢カバーなんかこの中に水に溜まってここから水は吸わすとですよ、よかよねこれね、最近はギャントン出とってしてですね、こけほう穴開いとるでしょ、ね、こっから水はジョロジョロって入れてやっと焦がしく水にたまらすわけですよ。してさっき真ん中の穴から水は吸わすけん、焦がしくとね普通の鉢見えるでしょうが、おしゃれですよね。そして水は自動で吸わすけんよかっていう鉢です。ね。非常に便利。さあ、ここで問題です。皆さん、じゃあこの便利な鉢、なんで問題があるか、わかってですか？わかってですよね。今日ですね、これ、10個ばっかですね、先週、商店街で配ったんですよ。したらですね、シクラメンの現金なかって言わすとですよね。あたたちゃん水場かけとらんどって、いや水場かけたって言わすとですよ。で水はね溜めとるって、ずっと溜めとるって言わすとですよ。そばって現金なかって、これが問題でしたいね。そうかけ水場溜むでしょね、したらこっから真ん中が吸わすでしょ、そうやって観葉植物と同じでしたいね、焦がしこ葉っぱの黄化して花も咲いと、して、どけ置いとるですかって言うたら、部屋の中置いとって言わすとですよ。シクラメンはです。外でね、地植えでちゃよか植物だけ。寒かところでよかですよ。だって部屋の中で飾ろうことだけ、部屋の中でもよかとですけど、暖房のガンガン効いとるでしょ。なら、花からも葉っぱからも水のビャンビャン蒸発するですよね。したら、焦がし粉のとこからですよ。あん、こまーんかね。これ。水はこっからしか吸わんとです。こっから。ね。こっからしか吸わんけん、追いつかんでしたよね。
これが便利グッズの落とし穴でした。あたんな、上から水かけよんな、って言ったら、かけよらんって言わすですもん。そら、上はカラカラでしたよね。やけん、ね。上からも水はかけなんですよね。下から水よっけん、こけ水に溜まっておっけん、水はやらんちゃよか、って思っとった。これが大間違いでした。ね。上から水ばかけんと、しっかり水分はね、全部回らんき。ね。しなーって元気になかときはですね、しっかり上から水ばかけてやってください。で、これ、水は上からかくっと、こっから漏るって言わせですよ。そんと頭は使いなせえってね、出してからね、水漏れんごになってからね、いるんだよかたいって。で、シャキンってなってからまた入れてやって。して、また涼しかところに置きなせえって、あんまガンガン暑かところに置くて、あろかいってね。教えました。ね。海洋植物もね、そういうことがあります。ありますんでね、注意してください。この便利グッズの落とし穴。最近はボーバ刺すでしょうが、刺すティーってやつ。あれもですね、皆さん使い方は間違えるとですね、植物は傷める原因になっけんですね。なんかっていうとですね、短かとばですね、ちょんって刺しとったら、ここまでしか測らんでしょうが、で根の下の方あったらね、長かとば刺さなんですよ。よかですか。してですね、根の生え方っていうとね、植物によって違うし、同じ植物でじゃあ作った人によってまだ違うけん、しっか張っとるやつとしっか張っとらんやつとかあるけんですね、あの、棒葉刺しとったっちゃね、根っこのところにちゃんと入っとらんならね、わからんですさえね。ね。肥料巻き方でじゃ違うんですよ。肥料もね、僕は鉢に回り巻きなせえって言われて、なんでかって言うと、根っこって言ったらね、こぎゃーいっていうか、こぎゃん、ね、外側さん凝らせたいね。こう真ん中さん、肥料はやったっちゃですね、根はこう外の方さんね、こけ荒らすけんが、こう外にね、やらなんですさえね。いろいろあったですよね。まあ、自分でね、研究したわけじゃなかけんが、しっかり詳しかわけじゃなかわって、絶対そぎゃんだっけ。ずっとそぎゃんしてきてね、そぎゃんだったっけ。それは間違いなかと思います。はい。ということでですね、また、いろいろ、便利グッズ、大概いっぱいあるです。ね、大概いっぱいあるわって、やっぱね、便利グッズだけに任せとったら、ちょっとね、痛かめば合うかもしれんけん、いつも言うとでしょうが、自分の目で見てね、しっかり確認しなせえって。そりゃんすっと失敗するとはね、少のになります。ね。楽して育てる方法は、僕が教えるばって、しっかりね、やっぱ自分たちの目で見てね、観察せんといかんよ。ね。あんまりね、しっかり観察しとってっちゃ、痛むときは、その本体がね、もともと悪かったかもしれんけん。そりゃんともですね、自分で観察しよって若子になってくるけん。しっかりね、見てはいよ。はい。なら今日はですね、便利グッズのですね、落とし穴っていう言葉、熊本弁でベラベラ喋ってみたわって、あんまわからんだったっていう人はですね、コメント欄に言ってください。ね。標準語でまたやり直します。はい。熊本弁はですね、あんま喋っと、いやーっていう人も何人かおらすけんですね、あんまやらんどこうと思うけど、なかなかですね、好評だったこともあるけん、1002本目の動画ばって、こぎゃんこばですね、今からどんどんしていこうと思います。うん。観葉植物のですね、YouTuber も大なってきたけん、ちょっとですね、違えば出さんといかんけん、熊本弁はね、バリバリ使うてからね、今からね、喋っていこうと思います。だけん、みんな、しっかりついてきて、はいよ。